してるね。気持ちいいよね。さっきからそればっかり。やっぱりいつも通りだったよ。あの子、なんだか寂しそうだね。今年1年ずっと一緒だと思うとなんだか嬉しいな。ううん、私はまだ見飽きてないよ。じゃあこの1年間で飽きるぐらい見ようかな。
たの？志保。今からとっときの大ニュースを披露すんのよ。みんな待ってんだから。あ、うん、わかったよ。行こうよ。お前も来いよ。さーて、みんな揃ったところで問題に入るわよ。長岡さん、今度は誰のスキャンダル？スキャンダル！実に惜しいわね。それじゃあ、事件？それも惜しい。事件っていうより、怪現象なのよね。まあまあ、ちゃんと聞いてあげようよ。あんた、私の話を聞いた後でもそんな口が聞けるのかしらね。さーて、とんだ邪魔が入ったけど、ここから本当の本題よ。エスパーって超能力者？そう、超能力者。例えば念力とかテレパシーとか使う人？そうそう、そんな感じ。入学式の事件のこと知ってる？それなら知ってるよ。事件って校長先生が怪我しそうになったことだよね。知らない人もいるみたいだから、私が説明するね。入学式、校長先生が長ったらしいお話を始めました。これから皆さんが体験する高校生活というものはってね、誰も聞いちゃいねって感じ。するとしばらくして生徒の一人が天井を指さして危ないって叫んだ。みんなが見上げると舞台の上を照らす照明の一つがふっと暗くなったの。照明を吊るしてるコードが傷んでて重みで切れそうになってたのよね。みんなの見てる前で配線のコードが一本ずつプチッと切れていって、幸い落ちたのが校長先生から一つずれた場所だったからよかったけど、あのでかいライトがもし命中しちゃったりしてたら。
先生もひとたまりもなかったわよね。つながるわね。長岡、それってマジ？たまたまなんじゃねえの？甘いわね。そのあたりは調査済み。その子は前の学校でもたびたび大予言してるんだから。誰なのその人？男？これは単なる格闘技ファンのための同好会ではなく、みんなで
で共に新しい格闘技を研究、開発しながら学んでいこうという、そういう目的の同好会で。どうしたの？あの人だかり？格闘技を学ぶことで私たちは非常に多くのことを得ることができます。中でもやはり最大の喜びは日に日に自分が強くなっていくことを実感できるということです。毎日厳しい訓練を重ねることで肉体的にも精神的にもそれまでの自分の限界を超えて強くなっていくのが実感できるんです。やだ、なんか汗臭い。せっかくの同好会なんですから、堅苦しい礼儀作法や精神論は抜きにしてのびのびとやっていきたいと思っています。まずは実際に体を動かし、格闘技の奥の深さ、面白さを十分に理解していただこうと思っています。精神的なことは強くなる一環として後々に学ぶべきことだと思いますから。一応グローブとかつけますし、スパーリングとかの時はヘッドギアとかもつけますから、それほどエクササイズみたいなものもあんの？え？終わってからシャワーとか使える？あ、ですね、今のところまだ物質はなくて。ところで、格闘技って聞こえたけど、空手とか柔道の勧誘かな？そういえば、格闘技好きなんだよね。だって中学生の頃、よく僕にプロレスの技とかを仕掛けてきたじゃない。マイナーな同好会は部員の数で予算の割り当てが決まるからね。どこも必死だよ。あ、それより急がないと売り切れちゃうよ。
早く行こう。ちょっと遅かったね。しょうがないよ。もう少し人が減ったら残り物を買おうよ。食べないの？残り物美味しくないよ。みんなで一緒にランチセット食べよ。最近ずっとファンだからね。ランチ。それ偏見ね。あたし、うどん大好きだよ。全然おかしくないね。いただきます。ああ。